はいどうもこんにちは、シアンです。マリオンたち、このゴールデンウィークどっか行きましたか？はい、僕はちょっと釣りをしに琵琶湖の方に行ったんですけど、一番のその日の思い出が、その日に食べたマクドナルドが一番美味しかったっていうのが、はい、一番思い出ですね、その時の。まあ、マリオンたちもいろんな思い出があったと思うんですけども、今回もこのマリオメーカー、マリオンたちが作ってくれたコースをやっていきたいと思います。はい、じゃあまずはこちらです。カメックの長男井戸の城ということで、クリア率は 0.62 ですかね。いきましょう。なんか左のコインが怪しすぎますね。どんなんだろうな。多分長男井戸の城っていうことだから難しいんやろな、多分。いきましょう。いきなり大騒動に始まりましたね。ほんとこの BGM は結構いい感じがして俺好きなんですけど、これ取らない方がいいんじゃないかな。多分カメックでなんかブロックに変えてもらったりとかできそうなんで、これ取らないでいこう。これは何もないんですね。あ、でもこれマリオンたち多分カメックでここを声にしてくれるとかありそうですよね。なんかちょっと放っておきましょう。ちょっと待って、あ、上乗っちゃった。ちょ、また来る。ちょっと待って待って、危ない。あ、怖い、怖すぎるな、ここ。オッケー。あ、でも親切設計か。オッケー、親切ですね。結構多分マリオンたちの作ってくれたコースだから、なんかまた難しいのがいっぱい来るのかなって思ってたんですけど、そうでもなかったです。よかったです。で、なんか隠しがありますよね、これ。マリ埋まった。危ない。オッケー、どんどん上に来た。これ、やったぜ、みんな、やったぜ、マリオンたち。オッケー、最高やな。これゴールデンウィーク基本ぼっちだったこの寂しさが一気に紛らわされるな、これ。来ましたね。で、ここにもあるんかな、もしかして。マリオンたち、これは来たかもしれません。多分ここ、あの、最終的にはスターが待っているであろう。きっとマリオンたち、一気になんか寂しさが込み上げてきますね、これは。ちょっと頑張っていきましょう。なんで取り逃したんだ、俺は。ここ、ああ、やばいぞ。どんどんとなくなっていきますね、これ。お前、首どうなってる？首が知りたいな、ちょっと。よっしゃ、オッケーです。なんとか、おー、まだいた。これは、ああ、フラワーは、まずこいつに当たってから取ることによって、ちょっとだけ無敵時間が、はい、あるんですけど、あんま意味なかったですね。ここ、オッケー、やりました。いいね、なかなかいいですね。ここは、こっち、これ怖いな。タイヤなくなったら完全に終わるぞ、ここのコース。で、相変わらず首が、これ首吊って死にそうだな、こいつは。将来的に。だんだん増えてきてますね、パックフラワーの数が。ちょっともうこれ、ついに首よりも頭の方が心配になってきますね、これ。ここは閉じてる時に壁キックが。なるほど。ここで行くしかない。オッケー。ちょっとちまちましてますけど。あ、でも、あなたは帰れませんっていうやつですね。行きましょう。4。あ、これどんどんもしかして難易度上がっていくとかいうことですかね。でも、マリオンたち、安心してください。あの、スターがね、あるんですよ。このマリオンの作ってくれたコースには。なので、行きましょう。ラインかい。ちょっと待って。あー、なかったですね。取り逃した人にはもうあげるかっていう感じです。やばい。やばいぞ、これどんどんと死に近づいていってる気がしますね。あれ、P が来たので、これ踏んで、急がないといけないんじゃないかな。ちょっと待てー、危なかったですね、今。あ、もうちょっと死ぬところでした。よっしゃー、ちょっとあれ、罠ですね、絶対。勢い余って飛び込んだら死んでしまうという、ぐっさーですよ。オッケー、やったやん。ここあるでしょう。あ、こういうなんか、押せそうなところとかあるんですね、やっぱり。あ、これは、来た、これ、オッケーです。これで、何、君、ちょっと待って、マグマから生えてる。マリオンたち、もしかしたらここ、罠かもしれません。あの、スターがあったら、多分ダメだと思うんで、こうスピンジャンプで越えていけっていうことだと思うんですよね。ちょっと行ってみます。こう端っこから行きまして、こう来て、危ないけど、とりあえず飛んで、よしよしよし。これで、次右か。
行っちゃって、オッケーよ。イエス、やっと行けたぞ。マリオンたちありました。多分これ15分ぐらいここで、はい、この5でさまよったと思います。5見たくないですね、もう次から。はい、ちょっともう551の肉まん食べたくない感じですけど、これちょっと邪魔なんで行きまして、で次ですよ。ちょっとすいませんでした。次ここにまたあるんかな。スターはないんですかね。なんかもうなんか無限ワンアップ会場になってますけど、いつの間にか下がちょっとないんですか。ちょっとないね。ないのか、マジか。ちょっと期待だけさせるっていうやつですねこれ。でノコノコが無限に生産されているというドラえもんの工場ですねここ。ちょっと怖いんでこれちょっと倒さないといけませんね。で下がちょっと壁を持ち上げているパックンフラワーがいます。ちょっとすごい口ですねこれは。この口だけでこの建物を支えているという一家の大黒柱でしょう。でここちっちゃくないと無理なのかな。いや待って、いけるでしょう。こうやっていけばちっちゃくならないといけないと思いきや、いけるという。 OK です。でいつの間にかクリボーがコマみたいに回ってますけど、ちょっとすごい回ってますねクリボーが。でこれ絶対踏まないといけます。あ、こうなってるだけか。ちょっとこれはしくりましたね。じゃあこれちっちゃくならないといけないっぽいので上から踏まれましょう。 OK です。後頭部直撃ですね。で OK です、 OK です。で次は、待てよ、どうするんだこれ。右、え、嘘でしょ。ちょっと待って、どう行くんだ。え、もう弾幕だらけで全然わかんないですね。ちょっとおたまじゃくしが上に、もうそれ以前の問題でした。マリオンたち、ちょっと下を見てください。これブロックになってますよね。もしやこれはこのノコノコを使えという、使って、あ、壊していくのかこれ。なるほど。で、こうやって壊してって、どん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 、だんだん速くなってんな。やばいな、怖いな、これ。あ、OK です、OK です。で、ここでさまようから、ここからどうすればいいんだろう。さまようのは分かったんですけど、さまよってからは無限ワンアップ楽しんでくださいねっていう感じですかね、これ。まあ、いや、とりあえず倒しまして、え？これ、押したら、ブラックパックン出てくるんですよね。これ、ちょっと押せない、押せない。OK です。死にましたけど、何だったんでしょうか、あれは。右行ってくれるっていうわけでもなさそうですもんね。無理なのかな。やっぱり自力で行くしかないみたいです、ここ。ちょっと頑張ります。これ、とりあえず、クリボーが、イエス、OK です。で、ここ、どんどん上に頑張れ、頑張れ、頑張れ、OK。で、ちょっと待って、待って、やっぱ無理な。怖いな。怖いな、ここ。ちょっと、タイミング全然わかんないんだけど。ここ次、ここアンチじゃないよね。アンチじゃないか確かめよう。アンチか、端っこだけアンチか。なるほど。ということはこれを利用してだ、空いてない時に次行こうか。無理だな、まだか。待って待って、間くぐっていくのも絶対無理でしょ。ちょっと君たち、ちょっと口乾いてるから水飲んで見に行った方がいいと思います。あー分かった、マリオンたち。これ、ノコノコの甲羅、ブラックパックの上渡ってたじゃないですか。で、ここでハマってたんですよね、さっき。でも、ここ、出ました。これで、道ができるんですよ。で、右にノコノコの甲羅転がしまして、ほんでから、右側にいたファイヤーパックを倒してもらうということじゃないですかね、これ。絶対そうだろう。もしこれ違ったら、もう僕は樹海へ足を踏み入れます。ここで、こう来て、これでビンゴになってほしいんだけど、いけるかな。ちょっとマリオンたちも一緒に見ましょう。よし、いいね、いいね、いいね。その調子、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 おっ、で、倒して、右、右だ、頑張って、登っ、いってる？あ、なんか右で虐殺が起こってますね、どんどん。はい、来ました。どん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 、パックンフラワーがみなぎしてってます。来たぞ、これは。来たぞ、これは、マリオンたち、ついに。
僕やったよ。ここあとは上上がりまして、頑張って、ここで死ぬな、ここで死ぬんじゃない、頑張って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 上がるんだよし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 。で下で荒ぶってるんですよね、のこのこが。なので当たっちゃったら終わりだ。このこちょっと待って、なんじゃこりゃちょっとこれ、まあ次のこのこの甲羅をここに当てろっていうことですね。ミスっちゃダメだぞ。ここでちょ待って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 、隠しあったのか。そっか、いけるかな悔しい。投げて、よしよしよし、やったぞマリオンたち、ついにお、これお、ご褒美ですね。絶対ご褒美として受け取っていいですよね。これはもうそろそろゴールだと思うんで、よっしゃ行きましょう。さて、実はあそこで3回ぐらいノコノコの餌食になってます、このマリオ。はい、ノコノコに負けてしまうプロペラマリオというよし、でここ叩いたら多分ツタだろう。よっしゃ、オッケーです。でないとこんなとこ渡れない、僕は。で、またトゲトゲを、あーなるほど、こうやって避けていけということですね。プロペラの意味、ただ頭くるくる回して時間もなくなるという、ほんま変人で終わったな今の。ただの変人、オッケーです。これでもうあとはなかなか終わんないですけど、簡単であってほしい。これ倒せばいいんですかね、こうやって倒して。どういくんだ、ちっちゃくないと無理なんですかね。とりあえずスター、わかった、マリオンたち、ここ多分ですね、スターで突っ切ればいいんだと思います。こうやって、はい、こうやっていけばいいんだろう。よっしゃよっしゃ、オッケー。でここもとこうやりまして、そして絶対違うな、絶対違うなこれ絶対ちげえなこれ。ちょっと待って待って待って、これ一回ちっちゃくならないとダメですね。どこでちっちゃくなろうかな、この辺り。あ、てかもうちっちゃくなりますねこれ。オッケーです、マリオの寿命はここで全てが終わってしまいます。で、ちっちゃくなったらオッケー、もうちっちゃくなるゲームですねこれ。はい、マリオの背を縮めようっていう、すごい考えですけど。よし、あーちょっと荒ぶってる荒ぶってる。で、こうズワーっていけばいいですね。次なんだこれは、ちょっとマリオサンドイッチにやってますねこれ。さて、次は、なんかこれ文字ですかね、ね、エジプトの古代文字ですかね、ちょっと。はい、この古代文字渡っていきましょう、OK です。そして、まあ、キノコ、ありがたい。そして入れば、なかなかですね、でも面白いですからいいですけど。9! なんでしょうか、なんか書いてますね、これ。QH、Here is...Here is the、 僕日本語もわかんないし英語もわかんないんだったらすいませんで、あーこれか、これですね。カメックなんとかとか言ってたんで、ここで出てくんのか。お前全然影がなくて、はい、本当に何の城かわかんなかったですねこれ最後まで。さて、ここで死んだらマジで僕は泣くよ。あ、待って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 、なんで君は倒したのに復活するん、ちょっと待って。あ、これこうやってやられて、なんでこっちにいるんだ、ちょっとそこどいて、オッケーそこ僕の通路。よっしゃー、やってきましたマリオンたち、ゴールです。苦労したよここ結構。はい、ちょっと待って、バレたなこれ。はい、ですね、5のところあったじゃないですか。あっ、どこまで続くのかなーって、あそこだけちょっと見るためにコースダウンロードして研究いたしました。はい、ちょっと隠そうと思ったのにこうやって公開処刑されましたね完全に。ということで、よければコメントかチャンネル登録、それか高評価、どれでもいいのでぜひよろしくお願いします。それではマリオンたち、 See you。 この挨拶合ってますかね